これは 191Z っていうペインター型のパーツなんですね、はい、これは2年ぐらい生から履いてましたね。太めのパンツなんであまりシワがつきにくい分ヒゲがつきづらいっていうのがあるんですけど、まあ、こうなんとか綺麗に出せたのが結構気に入ってます。洗いの歪みでステッチが曲がったりとか、歪みでこういうシワがついたりとか、あとはこの内側のすれ木の部分でシワがついて当たりが出たりとかっていうところはすごい気に入ってるところですね。ポイントはなるべく生で硬いうちに足を組んだりとか、あとはわざとこう履いた時に少し上に上げて気持ちいいシワを作ってあげて、まあ擦ってあげたり、ちょっとこうなぞってこうやってシワ作ってあげたりっていう風のをやると、そこが癖になって固定するようになります。生で履き始めた頃はあまり洗わずに3、4ヶ月はそのままでなるべく履くようにして、少しもうその当たりがつき始めたら1回洗う。まあやっぱり自分の体にフィットしていくところと、唯一なんていうんですかね、汚れてもビッとされるところっていうのはやっぱりならではなところがあるので、やっぱ人それぞれの個性が出るっていうところがやっぱり一番美学だなって思います。もう少しこの膝裏とか出していきたいなとは思います久々に履いて、あ、やっぱかっこいいなって思いますね